藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。こんばんは、藤ヶ谷太輔です。まあ私6月25日誕生日 でうちの父も6月なの誕生日がね。で毎年まあこう撮影ががっつり入ってなければとか、6月になんかこう家族でご飯行くことも多いのよ。でこの前もお寿司屋さん行って、なんかまあお祝いでね、その2人のお祝いです、家族でお寿司屋さんに行って、カツオめちゃめちゃ美味しくて、あと小肌すっごい美味しかったのよ。なんか大人になったなと思った。子供の頃ってもう全部そういうのを両親にあげて、それよりもじゃこれとマグロ交換とか、なんかホタテと交換とか、ね、やってたんだけど、もう小肌とか抜群ですねやっぱりね。あれってやっぱなんだろうね、味覚のその変化っていうかさ。であとご縁いただいてっていうか、天ぷら屋さんを紹介していただいて、カウンターで天ぷらを食べたの。もう偶然なんか撮影日といろいろ余って、あまたご飯なんか夜行けるなっていうのと、で急遽だったし、その友達もね呼べないしさ。でそういう場合俺いつもあの家族 LINE に連絡するのよ。明日夕方空いてる人とか、そしたら、まあ、次男以外は空いてて行けるってなって、でカウンターであの天ぷら食べたの。天ぷらってうまいねいや俺さ、今まではさあんまりこの冒険しないタイプだから、もう例えば焼肉はここ、お寿司はここ、なんかイタリアンはこことかでもう決めてたの。それでよかったんだけど、なんか天ぷらって食べてみたいなと思って、でなんかお蕎麦屋さんの天ぷらとかもちろん食べたことあるし、でカウンターで天ぷらっていうのがさなくて、で一個一個で野菜とさ、旬の野菜とさ、天ぷら俺めっちゃハマってんね今天ぷらめちゃめちゃうまいね。でなんか塩でどうぞとかさ、そのまんまでとか、めっちゃうまいね天ぷら感動した。なんか大人になったなっていうのは、まあ何年言ってんだって話だけど、その大人になったなって二十歳ぐらいからもう17年言ったわけでしょ、最近気づいたんだけどさって。いや大人になったなって仕事のこととかでは全く言わないのに、食べ物とかね、いやこの前こういう仕事をさせてもらってさ大人になったなと思ったんだよって、あんまり俺ここで言ってないよねあんまりないんだよ。なんか大人にならないとできなかったお仕事みたいな、まあ役はもちろんあるけど、食べ物が分かりやすいよね。なんか大人になったなっていう話でしたさあ、あなたの過ごす275回目の夜、最後までよろしくお願いします。今夜の1曲目です。ニューアルバムシノプシスからキスマイフット2で星ゆい。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2、藤ヶ谷太輔がお送りしています。リアル脱出ゲーム、世界で一番謎がある全く新しい形の謎解きフェスティバル、リアル脱出ゲームフェスティバルが幕張ベッセで8月23、24、25日の3日間限定で開催。開催されるリアル脱出ゲームは全15コンテンツ以上、そしてその全てが新作。ハンターハンター、怪獣8号、デスノート、二次三次などの人気作とのコラボや、ヨーロッパ企画制作協力の学校の77不思議からの脱出、ネクライトーキーとのコラボ、トラブルだらけのライブハウスからの脱出にも注目。最新情報はリアル脱出ゲームフェスで検索。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。2024年の下半期がスタートしました。毎年言っておりますが、この番組で下半期という時の下はカタカナです。文字にするとちょっとエロスが増すというだけです。逆に下ネタという時には漢字の下という字じゃないとエロさが増さない。いやー、文字って奥が深いですね。下半期頑張りましょう
なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。あったね、前日のアップルパイのね、ひらがながなんかいいとか、ちょっとエロス感じるみたいな、あったのよ。やっぱこの、でも今難しいのかな、あんまりね。なんか徐々に減ってきたよね。なんか俺もなんか静かになってる。静かに。なんだ、昔よりもやっぱりこうなんか、ストッパーっていうかさ、あ、これ大丈夫かなみたいなのは、100% 反応してますというよりは、なんか徐々になんか増えてきたんだよね。これ大丈夫なのかなとか、例えば写真の時もそう、昨日もさ、例えば女優さんと写真撮るとか、時カメラマンが、じゃあ、藤谷さんの肩に手を置いてくださいとか、大丈夫かな？今まで全くそういう構図で撮るけど、なんか、これって大丈夫ですかって本人の確認と、なんか事務所の確認と、をなんかした方がいいのかなと。カメラマンさんに言われたからすぐパッてやるが、なんか、よしなのか、触れるってどうなのかなとか、結構なんかこう、ビクッっていうかね、これ大丈夫かなっていうのがね、センサーが、結構なんか増えてきて、まあこのもちろん時代っていうのもそうだけど、やっぱりベイさんだよね。ベイさんのそばにいるとやっぱりセンサーがね、いや、それダメでしょっていう。ベイさん絶対それダメですよって。ベイさんはもう変わらずいてくださるからさ、俺もこう楽しくなってなんか喋っちゃうけど、だからそれにこう、なんか気づいたらすごい加担しちゃってる時もあるし、自然すぎてね。でもさすがに、いや、さすがにも今何人いると思ってんですかとか。ね、素敵だよね。その、カメラ待つの関係ないもんね。ペイさんつって。何やって言ってますからね。絶対ダメですよ、それ。何や、もう嫌やわ、そういうのって言ってる。さあ、ラジオの前のあなたと僕、藤ヶ谷太輔だけの時間、僕に届いたあなたの声を紹介していきます。長野県のヒロピーさんですね。私は保育士なんですけど、ある時同僚が、魔法の手を持ってるんだね、何人かいるんだよね、と言いました。寝かしつけの上手い人のことらしいです。確かに私は寝かしつけが得意です。寝落ちする瞬間の顔が可愛くて大好きです。寝つきが悪いタイちゃん、私の魔法の手、試してみる、ということで。これ、なんか背中ポンポンとかしたらすぐ寝る、みたいなことなのかな。そう、寝つき悪いんだよなぁ。ポンポンしてくれたらすぐ寝れるもんなのかな。俺さ、でも、こいつなんだけど、ポンポンされたくないんだよね。されたくないっていうか、甘えたい人もいるじゃん。だから、膝枕をするとかは全然大丈夫。する方は全然いいけど、なんか、したことないし、したいなと思ったことも一度もない。だって、例えばテレビとかに出てないから、普段は、いや、そんな格好つけたこと言わなくていいよって思ってるかもしれないけど、じゃなくて本当に、なんか生まれてこの方一回もない。あ、なんか膝甘えたいな、みたいな。とか、背中ポンポンしよう、みたいな。一回もないけど、なんか寝つき悪い時自分でなんかやってみるから、ポンポンポンって。で、こういうなんか魔法のなんとか欲しいな、でも自分も魔法の手みたいな。何がいいかな、自分の魔法の手。あとよく言われるのは何ですか？寝かしつけ？植物を元気にするってこと？よく育つ。ああ、よく育つ。それも魔法の手ですか？グリーンハンド。グリーンハンド。これ寝かしつけは魔法の手？なんか、ちょっと広くないですか？これだけ。魔法の手っていう。で、本当に魔法を使える人の場合どうするのっていうかね。本当にその人のみが許される魔法の手じゃない？寝かしつけじゃ分かんない、料理、うん、なんか分かんない、古いものが新しくなる、なんとか手で、植物のグリーンハンズなんか欲しいな、一個なんだろう。でも言われたことない、こういう才能あるよねとか。あー、それ魔法の手、ペットでもあるだろうね、多分ね。絶対懐かないって言われてる犬や猫がこの人には寄ってくる。それ魔法の手。で、植物よく育つ、グリーンハンズ。なんでそれだけ名前ついてんの？ペットハンズでもいいでしょ？赤ちゃんだって、ベビーハンズでもいいわけでしょ？ベビーハンズ。なんか欲しいな、何がいいかな、でも寝かしつけ欲しいな。なんかもう寝るっていう、なんか、
あればいいよね、このなんか胸に手を当てるとか、なんか自分で両手をクロスしたらもう寝るみたいな。したらなんか寝たい時に寝れるじゃん。明日朝早く立って早めにベッド入れば、あ、もう今から4時間しか寝れないけど、まあこの4時間を大事にしようっつって、1、2、魔法の手。いいなあ。東京都のみちさんですね。普段自分が無意識でやってたり、誰かの行動を見ていて、これ大輔くんなら絶対しないだろうなっていうことを考えることが多くて、想像してはププって笑ってしまっている自分がいます。これはあるあるって思うのか、ないないなのか、どっちですか、ということで、一つ目、食べ物が一口で入らなかったから、口の前で一旦待機させて、口の中がなくなったら待機させてたものを食べる。だからこのお皿の上で、あ、これ大きいな、半分に切ろうとかをしないで、あ、これ一口でいけるなって思って口に持ってきたけど一口入んなかった、で入んなかった分を噛み切って、この咀嚼してるこの口の目の前にこの残りのものを残しとくかどうかってことだね。しないよね。そうね。だから思いのほか大きかったな、でも戻すよね、お皿にね。こういう人がいるってことなのかな、待機させるみたいな、待機食べみたいな。続きまして、キットカット割らずにそのまま食べる、わかる。なんかたまにある、あのめったにはやんないけど、こうなんか ハム買おうとしてしまう時、あえてもうキットカットはみんな割って食べるし、1個目はそのままパ割るけど、2個目はもうピッてたらそのままこの 2のまんま いったるわみたいな、半分に。でもね、うまいくやっぱ計算されてんのか、あの割った方がやっぱ美味しいよね。裂けるチーズもそう、裂かないでこのままバクって いったるっていう、なんかね、歯向かいたい時あんのよ。なんか、でもやっぱり裂いた方が絶対美味しいし。あとね、子供の頃から、オレオが好きでさ。あれってバランス考えられてるじゃん。あの、細かいなさ、あのデザインとさ、で、中にクリームの入ってさ。で、あれを、横にスライドして、こう、キュッと外して、なんか黒、まず黒一枚で食べる。ね。苦い部分で食べて、で、次はこの歯で、白いのを剥がして白だけで食べる。ね。で、最後に、下の一枚を食べるっていう、その、子供の頃やさ、その分解して。まあ、多分絶対じゃないけど、その、なんだろう。あのままの方が美味しいわけじゃ、計算されてるだろうし。でももうそれが分かってるから、なんか、やっぱ完璧なものほど崩したくなるみたいな。でも、今言ったように一枚ずつ食べて、歯で白いのやって、もう一枚食べたとしても、思うのが、あ、やっぱそのまま食べた方が美味しいなと思う。でも、何ヶ月後かにもう、これはやってやるわっていうか、あと連続で食べてるとあるんだよね。あ、そう、オレオとかはさ、あれってさ、ほら、ビリッと開けたらさ、あ、何枚入ってるの？ 8 枚、6枚、7枚、8枚入ってるじゃん。全部食べきんないとさ、ね、なんかジップロックがあるわけでもないから、そうすると、なんか、どっかでちょっと遊びを入れたいみたいのもあると思う。あともうこのままでうまいのは分かったから、なんか俺流考えるとみたいな。多分もうみんな、それぞれやってることだろうけど。俺、あれやったことないんだよ。なんか牛乳につけるみたいな。ね。よく言う。ね。あれやったことないんだよな。でも、その、歯で白いのを通るみたいなのはね、よくやってた。続いて、賞味期限が迫ってきた、もしくは過ぎていたけどもったいないから食べた時にやっつけてやった、戦って勝ったの意味と言わない。ん？言わないね。その賞味期限が過ぎそうなものとかをバーッと食べてやっつけてやったって言わない、言わなさそうってことだね。いや、言わないでしょ。これ俺だけじゃないでしょ。むしろ、誰が言ってんのっていうか、言ってそうだった。いや、それはないよ。少数の方だけど、言わない。そう、言わない。で、洗顔の時に小指が鼻に入る。入んないね。俺、そんな早くやってない。
で小指浮いてるわ。今やってみてるけど、こう当て、全部指当てちゃうとこうやって入るってことでしょ。小指浮いてるわ。入らない。残り少なくなった乳液を振り下ろして根こそぎ使う。振りを、俺のさ、使ってる乳液、このタイプじゃないんだよね。あの、歯磨き粉やる。ね。でもさ、それもさ、このペンペンペンとかやってるけどさ、あれよりももっと丁寧に出るやつがあるじゃん。なんかヘアメイクさん持ってたけどの、なんかキュッてクリップみたいにして、なんかくる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 ってやったら、こんな、なんかみっともないことしなくていいし、最後の最後まで出るわけでしょ。なんかあれ便利だなって思い続けて多分20年ぐらい経ってるね。これ絶対便利だよな、多分みんな思うじゃん、見たら。痛え手首とかさ、なんかわかんない、急いでる時ほどさ、壁にぶつけたとかさ、うわーとかなってるのに、この優雅にさ、くるくるくるって。あと、化粧水とかクリームが手に残った時に肘や膝に塗る。肘や膝は塗らないけど、首は塗ってる。肘とか塗ったことないな、化粧水とか。膝とかも。首、そうね、首か、多くて鎖骨ぐらいまでかな。あんま肘とかやったことないな。こういうことを考えてんだね。全然当てはまんなかったね。当てはまんなくてもいいってことだね。あるあるだろうな、ないないだろうな、みたいなのを考えるとか、それが面白いみたいな。さあ、あなたの声を聞かせてください。今思ってること、感じてること、最近あったこと、どんなことでも結構です。受付メールアドレスは、gaya@1242.com、gaya@1242.com、あなたの声を待っています。この後は、あなたに代わってありがとうです。たかし、車、高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。日本放送公式メールマガジンで最新情報をゲット。日本放送では毎週メールマガジンを配信中。日本放送の注目番組やイベント、豪華なプレゼントなど気になる情報が盛りだくさん。詳しくは日本放送公式メールマガジンで検索。お、メルマが届いた。東京有楽町、日本放送をキーステーションに放送中、藤ヶ谷太輔、ピースフルデイズ。続いてはこちらです。あなたに代わってありがとう。言えなかったありがとうの気持ちを、僕藤ヶ谷太輔があなたに代わって思いを届けます。ラジオネーム、千葉県海宝区奈々さん。私は7月10日で今の会社に入社して24年目に入ります。20代前半までは都会に憧れ2度上京しましたが、車に乗りたいという単純な動機で田舎に U ターン。戻ってからはこれでもかっていうくらい千葉県全域を地図を見ながらお客様のところへ訪問してパソコンのインストラクターをやりました。しかし体力的に限界を感じて今の会社へ転職しました。その少し後入社してきたのが K さんです。年齢は私よりもはるかにお姉さんですけど同期です。たった数ヶ月先輩なだけなのに仕事を教えたりして、よく飲みにも一緒に行ったり、不思議と馬が合いました。 K さんがいたからこそ互いに切磋琢磨し合い、ここまで長く勤めてこれたんだと思います。いつでも味方でいてくれて、いつでも応援してくれて、緑内障になった時もすごく心配してくれました。私が母以外にも叔母や叔父の面倒を見ていることも知ってくれてるだけに、いつも私のことを心配してくれました。そんな K さんが体調を崩し入院しました。とても心配です。ああ、私はなんて無力なんだろうと思いました。今はただただ病に打ち勝ってまた一緒に働けたらと願うばかりです。 K さんのこれまでの優しさが本当にありがたくって、
ありがとうを何万回言っても足らないくらいです。それでも K さんへ、いつもどんな時でもありがとう。私にとってはかけがえのない同期です。なんかいいね、このなんか大人になってからの友達のような、一緒にこう働ける同期っていうのはいいですね。なかなか俺もそんな、やっぱそんな多くないじゃん、大人になって会社で出会った人と仲良くなって飲みに行って、でなんかただ仲いいだけじゃなくて、こうなんか仕事も教えたり、多分教えてもらったりっていう、なんかいい関係ですよね。であとこのやっぱ病とかはさ、この日頃どれだけ感謝してたとしてもさ、急なことも絶対あるじゃない。明日俺も健康かどうかも分かんないし、難しいんだけど、でもとにかくまあ感謝を忘れないことなんだろうね。病に打ち勝ってもらいたいですね。お送りしたのはキツネフット2で思い花でした。ラジオを聴いている経営者や企業の宣伝担当の皆様、日本放送であなたの会社やお店の宣伝をしてみませんか？会社や商品の名前をもっと知ってほしい、新商品サービスを宣伝したい、そんな方はぜひ日本放送企画書サイトをご覧ください。サイトではラジオやイベントによる広告事例や音声 CM など様々な企画を掲載しています。広告のお仕事をされている方も大歓迎。今すぐ日本放送企画書サイトで検索してください。今ついに新内閣の面々が姿を現しました。未曽有の危機を迎えた日本が取った最終手段、それは歴史上の偉人たちを復活させ最強内閣を作ること。もしも徳川家康が総理大臣になったら、7月26日公開。藤ヶ谷太輔ピースルデイズエンディングでございます。ちょっとお便りをね、読みたいですね。高校3年生 LJK のリサさんです。 LJK です。やったよね、ラスト JK 賞、高校3年生。ちょ確認ですけど、これ本物ですか？これ本物ですか？あ、じゃあ絶対に読みますふざけんな、この前横浜のみなとみらいでやってた開校祭の花火を見てきたんですけど、ガヤさんは今年花火見る予定ありますか？花火でエピソードあったら教えてください。いいですね、かわいいですね、なんかういういしい、こうすごくリズム感のあるポップな、質問ですね。いいですね。花火はね、今年見れてないね。私見る予定もないけど、花火大会ってなんかいつが最後なんだろうっていうぐらい行ってないですね。行きたいな。花火でエピソードあったら教えてください。花火のエピソードね、ちょっと考えるね今ね、花火のエピソード。リサちゃんないね、花火のエピソードね花火やらないからね花火ない。でもやりたい。なんかでもそうね、時間許したら面白くない？ラジオでさ、もうみんなもだって皆さんもやってないでしょ、花火とかね。なんか花火とか やってみたら絶対テンション上がると思うよ。懐かしいって意外におとなしそうな人が花火振り回したりしちゃうからね。でちょっとこうなんか賢そうな人がさ、花火の火もらう位置逆みたいな、いやいやどう考えてもこっちでしょみたいなとかさなんでサンダルで来たのみたいなさちょっとなんかやりたいな、そういうの、青春の。ありがとう。さあ、キスマイフット2からお知らせです。ニューアルバムシノプシスが発売中です。そして去年10月からの全国アリーナツアーがブルーレイ DVD となります。8月7日発売です。フォーディアライフ、よろしくお願いします。番組ではメールをお待ちしております。コーナーはふつおた、青春の教科書、全部前向きにします、若者言葉、ニューエラと私、同窓会、参加できるものがあればぜひメール送ってください。特に青春の教科書待っています。青春っぽければ全部 OK です。ガヤアットマーク 1242.com、 GAYA アットマーク 1242.com、 懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。普通のお便り、曲のリクエストもお待ちしております。
ラジオの前のあなたとはお別れです。お相手は藤ヶ谷太輔でした。また来週、バイバイ。この後は中居正広さんの番組オン&オンエアです。そういえば中居さん、ホールインワンを出したと聞きました。ただキャディーさんがいなくて証拠がないとか、誰かが先回りして忖度してカップにボールを入れたなんてことがあったかもしれませんが、ホールインワンはホールインワンです。おめでとうございます。日本放送ラブ JK 東京有楽町から届ける俺らの言葉スムーズ、態度はすかさず耳を澄ます、ブースで会話に花を咲かす、神奈川埼玉栃木に群馬レペゼは千葉、たくさんのリスナー盛り上げ聞いた、アクセル全開常に外したレミター Yo 毎週土曜日夜11時半、 SONES のオールナイトニッポンサタデースペシャル。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz、FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93、 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。箱根宮ノ下温泉太閤ひょうたん祭り、8月3日土曜日、宮ノ下富士屋ホテル駐車場で開催。出演は歌手デビュー50周年の山本譲二、水瀬ゆい、クラウン樹花、花火大会もあります。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。大人になってからの友達のような、一緒にこう働ける同期っていうのはいいですね。なかなか俺もそんな、やっぱそんな多くないじゃん。大人になって会社で出会った人と仲良くなって飲みに行って、でなんかただ仲いいだけじゃなくて、こうなんか仕事も教えたり、多分教えてもらったりっていう、なんかいい関係ですよね。であとこのやっぱ病とかはさ、この日頃どれだけ感謝してたとしてもさ、急なことも絶対あるじゃない。明日俺も健康かどうかも分かんないし、難しいんだけど、でもとにかくまあ感謝を忘れないことなんだろうね。病に打ち勝ってもらいたいですね。お送りしたのはキツネフット2で思い花でした。ラジオを聴いている経営者や企業の宣伝担当の皆様、日本放送であなたの会社やお店の宣伝をしてみませんか？会社や商品の名前をもっと知ってほしい、新商品サービスを宣伝したい、そんな方はぜひ日本放送企画書サイトをご覧ください。サイトではラジオやイベントによる広告事例や音声 CM など様々な企画を掲載しています。広告のお仕事をされている方も大歓迎。今すぐ日本放送企画書サイトで検索してください。今ついに
新内閣の面々が姿を現しました。未曾有の危機を迎えた日本が取った最終手段、それは歴史上の偉人たちを復活させ最強内閣を作ること。もしも徳川家康が総理大臣になったら。7月26日公開。藤ヶ谷太輔ピースルデイズエンディングでございます。ちょっとお便りをね、読みたいですね。高校3年生 LJK のリサさんです。 LJK です。やったよね、ラスト JK 賞。高校3年生、ちょ確認ですけど、これ本物ですか？本物ですか？あ、じゃあ絶対に読みます。あいつふざけんな。この前横浜のみなとみらいでやってた開校祭の花火を見てきたんですけど、ガヤさんは今年花火見る予定ありますか？花火でエピソードあったら教えてください。いいですね、かわいいですね。なんかういういしい、こうすごくリズム感のあるポップな、質問ですね。いいですね。花火はね、今年見れてないね。見る予定もないけど、でも花火大会ってなんかいつが最後なんだろうっていうぐらい行ってないですね。行きたいな。花火でエピソードあったら教えてください。花火のエピソードね、ちょっと考えるね今ね。花火のエピソード